どうも、ゆうチャンネルのゆうです。今回はお菓子企画。こちらの方でね、お菓子、橋渡し設定とって、買うのと取るの。こちらどちらお得なのかっていうところをね、検証していきたいと思います。それでは、やっていきます。はい、そしたらね、まず、うまい棒30本入りですね。こちらもですね、300円で取れれば、得という感じになりますね。ということで、いつも通りですね、やっていきます。かなりね、激アツ剤っていう風に書いてあるんで、かなり動くと思いますね。はい、こういう形でね、やっていきます。まあ、1回目はかなり動いたんで、まあ、2回目、3回目でとりあえずはトントンって感じですね。2回目で取れたら嬉しい。これはすんごい動きますね。うお、惜しいね。そしたらこれ手前ちょっと空いとるって、こっちちょっとかけてみて、うまいこと落ちればお得になる。お得にはならんか、まあ消費税とかあるんでお得にはなるでしょう。ですね、これがクレーンゲームですね。面白い。そしたらまあ押していこうか。次押したら落ちそうな感じするんで。ここでどうなるか。ちょっと待てよ、動かんだね今。あかんねえ。そしたら持ち上げるかも。持ち上げるか、手前をやっていこうか。これでどう動くか、まあ、ここで落ちてくれるとちょっと厳しいですね。入った、入ったよ。これでいけ。よし、そしたらね、うまい棒ですね、こちらの方ゲットです。はい、そしたらね、次みんな大好きとんがりコーン、こちらの方やっていきたいと思います。こっちもね、こっちは500円、600円ぐらいで取れればお得じゃないですか。おー、いいですね、いいですね、いいですよ。さあ、もう一回いっていこう。じゃあ奥側を上げてったらどう動くかですね。どうか。さあ、もういけ。おう、あまりがえぐい。まあこれもう次一回上げて、奥で上げたら多分落ちると思いますね、こっちアームの力を抜く限り。はい、ちょっと失敗しましたね。こんなお菓子で失敗したらあかんでしょ。もっとアーム見やんとあかんですね、ここが。まあ、次で行こう。はい、オッケー。トンガルコーンですね。こちらの方ゲットです。5連ですね。5連のトンガルコーンですね。はい、次ですね、ポテトチップスのちっちゃいやつって言ったらいいのかな。みんな大好きポテトチップス、これをやっていきたいと思います。はい、これが一番ちょっと難しいかもなんですね。これ何個ついた。2、4、5、6か、まあええわ。あと1回目さ。はい、これでどう動くかですね。これでどっちに動くか。持ちますね、持ちますね。2、4、6、あ、6個でしたね、6個ですね。
そしたらまあ持ってくか押すかどっちかします。押したらダメですね、これは。持った方が良さそうな感じしますね。まあ、さっき手前押したけど、次奥押してみますかね。奥押してどうなるかって変わってくるんで、ちょっとやってみますね。バーの当たりぐらいをちょっとやってみます。これ動くか。あー、弾いてくれたらよかったねけどね。もうちょっと、まあ次も手前やってみて弾いてみますか。なんか弾いてるのか弾いてないのか分からんっすね。おう、時間差、時間差をやめてびっくりするじゃないですか。ということでコスト6、6連ですね。そしたらね、うちに帰って、お得になったかどうかだけ確認していきたいと思います。これでね、皆さんも、買うのか取った方がいいのか分かると思います。はい、ということでね、うちに帰ってきたんでちょっと調べていきます。まずですね、ポトチップス1、2、3、4、5、6で、6個で、前棒が、30本ですね。ここに書いてある通り30本で、とんがりコーンが1、2、3、4、5、5つですね。で、今回使ったお金が1500円で、うまい棒が、30本で300円で、ポテトチップスが、1個100円としたら2600円で、これ900円なんで、とんがりコーンが、まあ、1個150円としても、2、4、5個なんで、750円ってなると、若干のお得ですね。っていったところでね、お得というところで今回の動画終わりたいと思います。少しでもよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。